はい、それでは行きまーす。はい、パトリックのコメント返し終わりました。 What's up everybody。 おかげさまで10万人おめでとう。みんな聞いた？俺の黒人侍用 BGM。 あ、 BGM ね。ちょっと俺聞いてないよまだ。キンさん聞いて、使うよよ BGM ね。 あそこまでやってくれる。インスタの DM が開いたら、うん、10万人おめでとう、よかったら使ってくださいってリンクがあって。あ、なるほど。じゃあもうここで今流しとこうか。これ流しとこうよ、この BGM 流しとこう。なんじゃこれって。俺の写真がすげえこうサムネイルについてるから。うん、それなんて人？ワイルドカードミュージック。うん、ワイルドカードミュージック。音楽やってる人かな。音楽、何言ったみたらめっちゃ音楽、音楽やってる人。俺そういう人大好き。だって俺もともとミュージシャンだから。でしょうね。そう、実はね、僕は今カメラマンやってるけど、もともとプロのミュージシャンです。プロのミュージシャン、DJ、プロの DJ、テレビ局のディレクター。ね、一時期やってたね。シーさん、カメラが一番ハマった。また来年になったらまた別のことしてない？いや、本当だね。いや、でもね、今ね、あ、でも一番金かけたのやっぱり音楽かな、俺。だって多い時でギター13本持ってたもん。ギター13本。13本、一番高いので84万のポール・リード・スミスっていうプライベートストックを持ってたんで、結構ね、お金かけたのは音楽かもしれない。今13本のギターはどうなってるんですか？売っちゃった。それは良かったです。家でこもってるって言われたら、あ、まあでもね、すぐ販売しろよとかって。何本かは友達に預けてるんですよね。あ、ちょっともう全く弾かなくなっちゃったから。すごいな。まあまあ僕の過去の話はどうでもいいとして、いやでも嬉しいですよね。そう、音楽やってる方で、うん、あの黒人侍のどっかの動画わかんないけど、あのウースっていううまく、うん、それだけなんかこう抜かして、うん、そう使ってるんだよ。あ、いやもう本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にみんなのおかげで、なんかこの1ヶ月半本当にあると思うぐらいね。1ヶ月半前に俺1万7000円しかなかったよ。どうするパトリック、明日朝起きたら100万人になってたらどうする？多分あのトラウマになっちゃって家から出れなくなっちゃうかもしれない。怖いよみたいな。怖いよ。はい、夢はでかくね。ね、本当に。じゃあコメント返しやっていきましょう。そう、コメント返しでね、うん、ちょっと俺一つ機能を見つけまして、うん、これ皆さんにお伝えしたいんですけど、うん、例えば、パトリックさん、自重のトレーニングで何かいいのありますかっていう時にクエスチョンをつけてもらえれば、うん、その YouTube の機能としてコメントに対してクエスチョンをついてるものを全部サーチしてくれるんですよね。なるほどね。そう、その機能をちょっと発見しまして、まあ、これだとコメント返しすごくしやすいかなと。要するにクエスチョンがついてるものに対して全部答えていけるので。ナイス。そしたら、なんかこう見つけやすいしね。そうだよね。じゃあどれからいきましょう。あ、じゃあ俺も一ついきましょう。俺早いよ。オッケー。俺はだって漢字との戦いまずだからね。たまに忘れちゃうんだよ。俺これなんて読むんだろうって考えながら。ちょっと待って、今なんか普通に疑問に思っちゃったんだけどさ、うん、パトリックってさ、うん、漢字読めるじゃん。読めないよ。いやでも勉強したの。だってさ、うん、LINE のやり取りしててもさ、うん、ひらがなで返ってくることないじゃん。絶対漢字含めて返ってくるじゃん普通に。ひらがなで打ってばさ変換出てくるから、知ってる漢字はもうそれで送るんだけど、知らないやつはまあそのままひらがなにするか間違って送るかと。それって学校に行って習ったの？行ったことありません。そうなの？日本で学校行ったことありませんし、日本のそのカンバーセーションスクール会話もやったことない。マジで？本当にこの生活しながら。やばいやばい、俺コメント返しと違うことがなんか聞きたくなってきた。聞きたくなもう聞きたくなっちゃったから俺聞いちゃう。でも本当にみんなもう俺が学校行ったぐらいと思う。でもそんなに多分見る覚えのは早い。一回覚えるともうすぐ
俺が期間見て、うん、マジで、じゃあちょっと聞きたいけどさ、聞きたいんだけど、はい、なんかもう趣旨がずれてきたんだけど、ずれてきたね、いいんじゃない、ありと思いますよ、いいね、もうこれ自由だからさ、これは、はい、さパトリックってさ、うん、何歳の時に日本に来たの？俺20歳。20歳、なんで日本に来ようと思ったの？空手？一撃必殺、はい、武道オタクでした。あ、武道オタクなんだ。今でも武道オタクです。じゃあ生まれの出身はどこ？生まれはカメルーン、ね、カメルーンなんだ、はい。じゃあカメルーンで何か日本の動画を見てハマったってこと？うん、いや、そんなことない。カメルーンで生まれて、うん、で親の仕事でフランスへ移住しちゃったんだよね、6歳ぐらいの時に。ほー、うん、だからフランスで空手始めたということなんだよね。あ、フランスで空手を始めたんだ、うん、でもこれは日本の武道ですよみたいな。まあそう、俺80年生まれの、 ヨーロッパの方は分かると思うんですけど、日本の武道が非常に流行ってた。へー、もう多分その時ちょうどもう、ハリウッド映画のなんか格闘技 その武道 の動画結構、まあ、ジャッキー・チェンだったり、うん、ああいうブルース・リーとかその時代なんで、うんうんうん、やっぱり武道をやるっていうのがもう今の UFC みたいなものだったから流行りだったんだ。はい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 。でそれに憧れて、まあ、空手憧れてじゃなく、うん、多分移民でちょっとこう泣き虫になったよってよく親が言うんだよね。どういうこと？移民してほら世界変わったじゃないですか。世界が変わって、で結構こう打ち込んでた。学校行かない、人こもりっぽくなって。移民でってどういうこと？移民だってカメルーンからフランスに移住したわけ。ああ、そういうことか。そうそうそう、お引っ越しね。引っ越しあれは引っ越しじゃないよ。完全にイミグラントでも移民だよね。俺その辺よく分かんない。引っ越し簡単に、大変だよ。大変なんだ。自分の世界が変わるからね、6歳の子には。そうなんだ、うん、もうあっち行っちゃダメ、隣の家とかしゃべれない、もうアフリカにないじゃんそんな。あ、そういうことがあったんだ実際、うん、へえ。あ、でそれで、もう学校いじめもあって。あ、なるほどね。もしかしてそういった人から強く見られたいというより自分を守るためでやったのも。まあ6歳はそんな自分の意識やろうと思えないじゃん、うん、たまたまうちの親の、仕事場の方が日本人で、うん、空手ボランティアで空手を教えてて。何で空手？ボランティアとして、ボランティアで空手を教えてる日本人がいた。ボランティアってそれ地域？ボロンチャ、え、日本語ボロンチャって言えないの？何ボロンチャって何？わかんない。俺かん日本語間違ってる。ボロンチャじゃないの？なんて言うんだろう。ボロンチャって国の名前ですか？いや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 。例えばオリンピック日本にあったじゃん。ああ、日本人が外国人なんか道路でおもてなし、クリオももらわないで、いや、なんて言うの？外国人に案内するっていう日本人いっぱい出てきたじゃん。うん。クリオももらわないで、あれはなんて。ああ、わかったわかった。ボランティアね。あ、発音がね。そうだね、発音が良すぎて俺分かんなかった。ついた人いる？ついた人いない？でも2人もついなかったらみんなついてないよね。分かんない分かんなかった、何のことだろうって。もう一回、ボランティア。ボラン、日本ではボランティ、ティ、ボランティ、ティア、ボランティア。そう、まあその親 の、うん、職場の日本人がそういう、まあ、ボランティアの方、空手をボランティアとして空手を教えてた。あ、そうなんだ。で、お父さんの悩みを聞いて、うん、まあ、こんな子がうちにいるんですけどって。こんな、もう学校、うん、本当にもう学校ずっと公園に隠れたりしてたから。空手、他の移民の子、空手で結構笑顔を取り戻してるとか、絶対元気明るくなるよと、空手さやらせればいいよと連れて行ってハマったな、うん、なるほどね、うん。で二十歳になって、でその先生も日本人だったし、うん、日本のことを結構、うん、もう空手大好きで、もうそのお父さんみたいなもんになって、家とか泊まりに行ったりしてたから、はいはいはい、結構日本のところとか日本の文化とか日本の食べ物とか結構早い、もう12ぐらいもその先生と仲良くなって、結構もう休み、夏休みとかも本当そこで泊めたりしてたから、だから食べ物はもう何度も何度も挑戦したね、日本の。まあ、それで日本の興味があって、いや、大人になったら空手の先生になりたいなと。まず空手をもっとやりたいな、夢ができたんだ。そう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 、でやっぱりフランスではやっぱり空手イコール日本人っていうのはもうあって、うんうん、
まあ、二十歳でもう結局学校辞めて、大学途中辞めて、日本来ちゃったもんな。あ、そうだったんだ。ちなみにその今のその師匠になるのかな、うん、師匠は、まあ、あんまりつなぎもないけどね、まあ、全然会ってないんだ。全然会ってないというか、書いてないから、ね、全然師匠、YouTube 見てください。全然書いてないから、ね、見てよ、見て、YouTube、うん、もうずっと書いてないから、コロナ前でちょっと久々帰ろうと思ったんだけど、もうめんどくさくなったし、うん、その前からはもうあまりつなぎなかった。日本に来て、で、当時は極真やってなくて、当時はまだ琉球空手。なるほどね、うん、で、日本に来るのも琉球空手に乗り換えた、うん、弟子として日本に入るのは俺がやってた初等間空手がなくて、で、琉球空手だけがホームステイみたいなのがあって、だからわざわざ初等間空手から琉球空手に乗り換えて、琉球空手クルービーまで取って、うん、それで日本牛弟子として日本に来たわけ。なるほど、ね、だから最初俺沖縄にいた。そうなんだ。そういや、びっくり。最初沖縄にいて、で、結局その亡くなったその師匠の沖縄の、うん、亡くなって、でもう教える人がなくて、うん、じゃあ続くなったらまた別の流派に、したらまた極真空手に白帯に戻されて、極真空手からゼロからスタートして、ずっと極真空手。俺ね、うん、空手は全く素人だから、まあ、見てる人も素人が多いと思うんだけど、うん、流派があるんだね、うん、それが極真であったり琉球空手っていうことなんだ。やったり、和道流があったり、五十流空手あったり、もうたくさんある。あ、そうなんだ、うん、あ、じゃあ、まあ、20歳の時に日本に来ました、うん、で、日本語はその時はどうなの？ゼロゼロゼロ。もう全く空手の技しか分からない。例えば一番最初に覚えた日本語は、うん、おはようございますぐらいは、まあ、先生からこう挨拶とか教えてもらったんだけど、あ、でも本当にちゃんとしたセンテンスはもう全く、だって先生でフランス語、フランスもずっと育った人だから、フランス語も喋れたから。ああ、なるほどね。ちゃんと聞ける。じゃあ日本語はっていう、うん、じゃなくてもずっとフランス語でしか会話してないから、うん、そう、だから全く喋ってないよ。へえー、そうなんだ。あれ、俺今何聞こうとしたんだっけ、なんか面白いこと聞こうとした。え、漢字、どうやって漢字、彼女、漢字どうやって漢字覚えたってからスタートしてるじゃん。ああ、まあ確かにね、うん、そうだそうだ。いや、それで日本語を喋れずに来て、うん、で、パトリックってさ、うん、まあ、最初初めて会った時にさ、うん、なんていうかな、今の日本人にない日本人らしさを持ってる人だなと俺思ってるの、うん、例えば、あの、礼儀正しさっていうよりか、うん、なんていうのかな、ね、なんて言葉でなんて言ったらいいんだろう、なんか、まあ、なんかね、一本芯が通ってるんだけど、うん、そう、一本芯が通ってるのが、昔の本当に黒人侍という侍の部分の、うん、なんか日本人、昔の日本人っぽい何かそういったものが感じ取れる人柄なんだよね。やっぱりそういうのって、その空手から日本の文化を並んで、それが染み込んでる感じなの。染み込んだっていうのが、うん、まあ、それが間違いないんですよね。やっぱり道場、格闘技が武道と違うかな、格闘技と武道の違うのはやっぱり生き方、うん、人の生き方、人と の, あ の, その礼儀、まず礼儀を正しく、うん、礼で始まって礼で終わるっていうそのオスがあって、うん、それがボクシングとかと違って、やっぱりその人を大切にする、うん、相手は相手で、明日いなかったら誰にならないとか、うん、それを本当にそのまま社会に持っていくんだよね、武道やった人って。もっと続けてやった人はやっぱりもう本当に陳さんが言う体に染み込んで、うん、普段の言い方はそうなってくる。なるほどね、うん、でも格闘技はやっぱりこう、おい、てめえ殺すぜって、格闘技の方とそのままの育ちで社会に入ってくるから、うん、ちょっとやんちゃなところがある。そうそうそう、だからまあよくその日本人っぽいなっていう、やっぱり道場の人生が長かった、やっぱり人空手で生まれ変えた、うん、その6歳の時に、うん、自分はもうこんな、うん、ちょっと悲しい話したくないんだけどね、いろいろあったね、6歳の時。あ、なるほどね。もうこんなで生きていくんだったら、うん、なんでこんなに引っ越ししたんだろうみたいなってなってて、うん、で、やっぱり空手やってていじめは別に終わってなかったけど、ね、終わってなかったんだけど、うんうん、別にかけてこいともいつも待ってますみたいになってきてたから、うん、やっぱり空手で自信ついたっていうのもあったし、うんうん、そのからハマって、うん、もう本当に
多分半分、今はちょっと違うんだけど2016年の時の36歳、うん、多分36年間の俺が生きたの中で、うん、25年間ぐらい多分道場にいるかも。そのぐらい空手を大好きでやってきた。なるほどね。毎日道場はなるべく二十歳に来て、すごいな、すごいな。なんかあのコメント返しよりこっちの方が面白くなってきちゃったな。まあ、もっとみんな多分それ結構知りたい人いっぱいいる。俺も人物が皆さんちょっとコメント返しやめていいですか今日なんかね他にも聞きたいことがある。まあ、聞かないとでも大事と思うよ、うん、聞かないとこう出てこない、ね、どういうふうに自分自己フル自己紹介って昔あったよ、うん、あの質問で、うん、パテルって本当に細かく自己紹介してほしいって昔あったけど、どこからどこか分かんないからその動画出してない。でも今みたいにこう聞いたら、あ、それに合わせて答えた方が多分話しやすい。え、じゃあもう俺もうバンバン聞いちゃおう、うん、バンバン聞いちゃおう。じゃあパトリックさ日本に入ってきて、まあ、言葉の壁っていうのがあるじゃん、うん、でまあ大体でいいんだけど何年ぐらいで、まあ、ある程度分かるようになってきたの？いや、もともと言葉のセンスが結構あるね。日本来る前に英語、フランス語、スペイン語、イタリア語も、まあ、僕ここがフランス語、僕ここがフランス語で、うん、で学校では英語を習って、うん、で中学いや高校2年生ぐらいにスペイン語を勉強して、うん、で一回イタリア語を半年ぐらい、まあ、似てるからね、英語もフランス語と英語とスペイン語と、そうなんだ、イタリア語ちょっと似てる。だから半年のイタリア語ももう大体理解してきてさ、だからまあその覚えると思えば言葉はまあ多分すぐっていうのあるんだよね、もともと。で日本で、うん、あの結構何でも興味津々だったし、うん、いや本当にびっくりする。俺多分2年後にはもうほぼ分かってたよ。あ、俺の言うのはまた片言あった、片言あったかもしれないけど、うん、もう言ってることをもう大体も分かってた。へえ、何が違うかあと分かんないんだけど多分、うん、合う、うん、俺が多くの日本人にフィリングが合うっていうのはまずある、うん、だから言葉単語は分かんなくても気持ちが伝えつなげてるから、うん、あ、言ってることが大体分かる、うんうん、それ周りも一気に勘違って、うん、もう理解してるんだと、うん、どん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 もう日本語になってるわけじゃん、うん、こっちがさ外国人がさ全くなんかもうノーもう分かんないとかなると、うん、日本人もなんかちょっとこう英語なんとかなんとかで話そうとするでしょ、うん、でもこっちが言ってるこう分かってるそうになっちゃうと、うん、あ、もう分かってるんだと思ってもう完全に日本語で話しかけてくっちゃうとか。でそれでもあったのと、やっぱりさっきも言ったんだけどずっと道場に時間過ごしてた、うん、だから稽古が日本語、先輩や後輩も全員日本人、うん、日本語しか喋れない。2年後にはマジ俺もうほぼ分かってたよ。でアルバイト先でも日本語だよね。もう今までした仕事もなるべく、うん、やっぱり自分が日本長く行くっていう準備してたんだよね、ここの中では、うん、長く住むっていうのも分かってたから、やっぱり日本語が絶対倒したかった。倒したいっていう表現すごいね日本語を倒したい、日本語の壁を日本語の壁はぶっ壊したかったね。ぶっ壊したかった、うん、だから外国人と今までもその流れままあまり付き合いないんだよ外国人。あ、そうなんだね。一番多く、うん、もうずっと日本、まあ、空手の仲間だったんだけど、でなるべく仕事ももうなるべくで、まあ料理は好きだったんで。あ、じゃあちょっと仕事の面聞きたい。この間さ、うん、コメント返しかな前の、うん、もうあれで俺どんだけ仕事辞めてきたと思う。もうチョコレート工場とかだったから仕事しちゃうって言ってたよ。マジでチョコレート工場言ってたよ俺だってめっちゃ聞きたかったもん、あれいつやろうかなと思ってたんやけど、はい、で、最短、俺もすごい切りだってるの、最短で1時間半だっけ、うん、1時間半ぐらいで、首だっけ、うん、何したらそうなるの。やめたプロス首だね。あ、首なの。もうこういうことしたら終わりだっても分かってやったわけだから。あ、自分がもうやめたかったって、うん、で、ちょっとむちゃくちゃしちゃったんだ、うん、え、一番アルバイトの中で、うん、日本のアルバイトの中で一番面白かったと思って思えるものは何？一番面白かった。そう、仕事内容でもいいし。仕事内容。アルバイトで面白かったの。何のアルバイト？あ、もうアルバイト、そのやってることが面白かったっていう。
そうそうそう、なん例えばコンビニとか、うん、前チョコレート工場言ってた、チョコレート工場働くことあって、しっかり真面目に働いてたチョコレート工場、なんか面白そうだよね。チョコレートもう食いまくってて、食いまくってる、はい、太るやつ、太ってないけど、太らなかったけどね。え、じゃあ、まず、うん、なぜこんなに仕事いろいろやってきたかっていうのは原因があった。あ、何やっぱり俺怪我するまでずっと世界大会を正面したかった、世界大会を、目指してたのね、極真空手の、うん、大会、まあ、全日本大会出たら、まあ、大会を結構出てる人だったの、うん、だからやっぱりその稽古ができない仕事は不便だったんだよ、道場に通いやすくがないとできないとやっぱ続けないっていう原因があったの。でやっぱりちゃんとしたフルタイムの仕事は難しかった。あ、まあそうだよね、でも生活もあって、うん、もう本当に日本に出てきて、うん、お父さんとかお母さんはまあ連絡試したんだけど、お父さんも怒って、もうしばらく全然も連絡もなかったし、だから困っても誰も手伝って出してくれない。あ、頼れる人はいなかった。そう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 、で日本ではやっぱり文化も高いし、うん、東京で飯食うのも家賃もそれも全部だから、でも空手は原因できてるし、うん、稼ぎっていうゼロだから。空手は稼げないの？稼げないよ。あ、稼げないの空手って。例えばそのパトリックって優勝経験あるじゃん、うん、その日本の大会での トロフィーと賞状トロフィーと賞状もらってる。だからマネーは？だからさ、もうゼロです。ノーマネーですか？ノーマネー。なるほどね。毎月下車かかるし、道着だってかかるし、保険だって自分で払いし、怪我した自分で病院から出すし、そんなもんですよ。あ、そうなんだ。空手は、はい。沖縄一回ね、ちょっと K-1 っぽい話があって、俺沖縄ボクシー習いに行ったの。で沖縄戻ったらもうこっちに来て、うん、もう完全に東京に移って、うん、で本当に1年以内ぐらい一回また沖縄に戻ったの、うん、なんか知り合いがその時こう K-1 がめっちゃ混ぜてて、うんうん、いや行けるから、ただボクシングの経験ないから、うん、ちょっと元世界チャンピオンの元でボクシング覚えようと。え、沖縄の、うん、もしかして沖縄の世界チャンピオンと言ったらあの人だよね。何人いる？具志堅用高さん。もう一人は？え、沖縄って具志堅しかない。あ、いるしかないんだよ。平中。平中、あ、そうなんだ。平中のスクールに行きました。そう、平中のところにちょっとこう、だからその時平中ですげえ K-1 のつなぎあったの、その時、うん、だからボビーも。武蔵とか武蔵、うんうん、あとなんだっけ、さっき言ったアンディの部屋に泊まってたもん。マジで？すごっ。アンディが使ってた部屋に泊まれた、うんうん、だからただもう彼はいなくなってたけどね。え、それで K-1 に、まあ、でも結構そんなスポンサーが忙しくなって話つながる、うん、まあ俺沖縄のがもう全部フルスポンソリングで行くつもりだったの、うん、で途中でちょっとこうあまり最後まで見れなくなって、うん、でその後やっぱり働かなきゃいけないじゃん、うんうん、で仕事は沖縄そんなに、うん、空手もあるしまたすぐ戻っちゃったんで。ごめんなさいね本当に。もう全然コメント返しできなかったんだけど、うん、でもこれ面白いじゃん。今の俺のね、俺の昔の話が面白い、パリ。そう。だからもう彼女の話も聞きたいし。日本人の彼女を作ったのかなとか聞きたいけど、ちょっとそれは置いといて、うん、置いといて。今さ、こっちでもさ、格闘ブームじゃん、うん、いろんな格闘技あるじゃん、うん、あれってさ、パトリックだってパンチも重いし、速いし、うん、ぶっちゃけパトリック勝てそうな感じはあるの？うん、あ、いや、勝てるよ。多分今の自分は極真大の10倍強い、うん、マジで。もう40になったね。だからもう怪我して、うん、あ、俺ってこんなに弱いんやんと。でもう2年後空手もできないし、うん、でそのまま子供も生まれて、もうそのまましばらくも大会から引退して、うん、それその辛さがずっと残ってるから、うん、バカなことばっかりやってる、うん、ただもう今はこう見ててすげえムズムズする、格闘技とか。やりたいっていうムズムズ。そこもある。やりたいと、俺はもう全然今は全然いけるなと思うけど、でももう見てるじゃん、成長とか。成長っていうの、子供の成長あるし、あ、子供で怪我一回経験してどんだけ大変だったも分かるし、あ、しかもその時に髪かされたからね。それ誰に？奥さん。奥さんに？二度と戦わないよ。妊娠中で俺アキレス腱切れたから、はい、で金もゼロでしょ、もともと武道家で、はい、貯金ゼロで結婚したりして、
貯金ゼロで結婚ゼロ、もう神様で、うちの奥さんは。奥さんは外国の方？いや、日本人で。あ、日本人の方なんだ、はい、へえ、そうなんだ。そこがね、見てて、わ、全然周りや出てる方とやってる、うん、いや、みんなまでに怖いよ、お前の時怖いよって言うけど、うん、なんで出ないんやって。あ、言われるんだ、やっぱり。来るじゃん、コメント。まあ、確かにコメントなんとか出てる。たまにマジ DM で来るから。じゃあパトリカも、え、今怪我してるの足ってこと、ね、アキレス腱がもう繋がってるから、ね、あ、うん、だけど、まあ、今のパート見てたら、いや、全然勝てるよと。いや、まあ、一人よるんだけどね。あとはどういうルールが、俺やっぱりこう投げ技とかない、うん、やったことないから、あの締め技グラップリングとか、ああいう柔道の経験もないから。なるほどね。あ、じゃあパトリックはキックルール、うちに極真だけど、キックルールは全然いけるし、キックボクサーとかと結構練習してるから。いけるけど、奥さんに誓約書書かされてるからできないんだよね。あとはもう年でしょ、もうアデレラインはないでしょ、そこまでは。まあね。いや、でも俺もね、ちょっと見てみたいね。あ、例えば朝倉未来くん VS パトリック。いや、言えないでしょ、それは。90キロぐらいあるから、動ける90キロだから。あ、動ける90キロ、早いもんね。ボディービーラーとやってるやつはならないから。俺は多分60並みで動けるから。蹴れるし、まあ掴めたら、まあ、佐々木君はすげえレスペクトしてるよ、うん、レスペクトしてるし、むしろ強いとは強いとは思うけど、これは多分舐めれないと思う。え、でも一回朝倉未来君とパトリックのスパーリング、なんかちょっと見てみたい気はする。いや、でも一回でね、昔あったんだよね、なんかツイッターかな、うん、ツイッターで格闘履歴ある方誰でも、多分彼はその時そういう、それで生やしたかったんだね。ああ、なるほど、ね、スパーリングとか、うん、募集してるっていう、うちの、こう、あの空手の先輩がいて、世界チャンピオンになってたんだけど、うん、自分じゃないけど、パトリックは絶対行ってほしい、いろんな仲間からオファー送ったの、応募を、うん、パトリックも絶対なんかルツイートして、うん、それでなんかピックアップしてたみたいな、うん、周りの先輩みんな俺のプロフィールでルツイートしたの。来なかったんだよ。まあ、ね、本人多分そういうピックアップしてないと思うけど。いや、でも機会があったらなんかね、見てみたい。まあ夢だな。スパーリング試合、あの大学が試合じゃなければね、そこは全然スパーリングぐらいだったら、うん、その日まで。俺だって出てる人とやってるから。うわ、いつか見たい。今いつか見れそう、なんか見れそうな気がしてきた。絶対見れそうな気がしてきた俺。ごめんね。はい、じゃあまあとりあえずちょっと長くなっちゃったんで、まあ、この辺で終わろうかなと思うんですけどね。コメント返し、まあ、どこ行っちゃった。コメント返し本当だよな。すいません、ちょっとあの真のわがままで。いや、でも本当にこの日本に来てどういう人生してきたっていうのを、まあ今日はちょっとチャラってしか話してないんだけど、今度がっつりね。もう全然本当に、前回も言ったんだけど、本当にもう考えられないぐらいいろんな仕事をしてきた、うん、まあ日本語もどうやってここまで日本語喋ってきたってさっき言うんだけど、学校は行ったことないで、厨房に仕事をした時にも、シェフの時にもやっぱり一番チャレンジすごかった。もうどんな忙しいランチでも便秘が日本語出てくるから、でみんなびっくりした。もうどうやってパティリがこれ回してるかと、パッて見て、あ、これがこれだって、これカニチャーハンだ。そうそうそう、もう一回見たら教えてもらうじゃん。これは何って、で隣の日本人もこれはカニチャーハンだって、うん、もう作り方わかるから、うん、もうそこでもうその感じの絵をもうたまにインプットしなきゃいけない。あ、もう次も聞けないじゃん。絵で感じてんだ。そうそうそう、大体絵だから一回見て意味教えてもらえば、うん、書けないもん俺だって、うん、ひらがなカタカナはまたペンで書けるけど、うん、漢字は多分じゃないよ。多分小1もの漢字にも俺書けない、うんうん、書け10も絶対ぐちゃぐちゃだと思うよ。ただもう絵で教え、これがこの読み方だよとって言うともう忘れないタイプ。すごいな、すごいね、パトリック。だから多分みんなのやり取りもたまにまだ分かんないやつを変換すると、うん、まだ分かんないから間違いも選んじゃうってあるけど、うん、それで、あ、これじゃこっちじゃよって言えば、一回言えばもうそれ覚える。すごいな。じゃあ、まあそんなパトリックさん10万人行きまして、ちょっと話ガーンと変わっちゃうけど、はい、はい、で盾の申請をして、盾が届いたらどうでしょうか。盾欲しい。盾届いたらライブ配信する、うん、
もう俺日本人に感謝してるとこいっぱいある。俺日本に20年住んでてね、外国人のコミュニティ入ってない。それ周りがすごい、周りの日本人が本当にいい人ばかりで、すごい感謝してる。この YouTube も 99% 見てるでしょ、日本で、もう日本でしか見てない、こんなに応援してる自分がなんかできないかって、このタイプがあっていろいろ考えたけど、毎朝ね渋谷駅に降りると、なんかウルトラマンみたいな青い格好、あいる、おはようございます、今日も元気頑張りましょうっていう人、俺道着でそこに並んで、俺もう30分間ぐらいにみんなに元気な声をかけようかなと思って。知ってる？あのね、知らない、有名なおじさんなの。あのね、あ、有名なの？ちょっと有名、有名、あのガンダムのアニメのキャラ、アムロレイの格好をして、なぜかウルトラマン、あの赤白帽をこうやるじゃん、ウルトラマンみたいな、あれをかぶってる人がいるので、こう風車かなんかペラ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 っていろいろ考えて、あ、この、で、この人この間見たら、この人すげえことやってるなと。いや、すごい、まあ真似はできない、なかなか真似はできない、ね、あ、で、一つね、俺ね、いいアイデアがあって、これも視聴者の皆さんにも聞いていただきたいんですよ、まあ聞いてると思うんですけど一ついいアイデアが、そのライブ配信の時に、ズームをやろうかなと、で、質問をしたい人、要は何かクエスチョンがあって、パトリックにどうしても聞いてみたいっていう人、顔出し OK の人はもう Zoom で入ってきてもらって、直接もうパトリックに質問聞いてもらうっていうのをライブ配信しようかなと思ってます。どうですか、これいいね。で、まあ、それはこの映像の中で Zoom とパトリックの生の配信をうまく組み合わせる方法はもちろん知ってるので、それでうまくできるので、まあ、それはやっぱり顔出し OK、ちょっと顔出しなしですと、ちょっとね、なんかもう誰でも OK になっちゃうから、そうそうそう、ちょっと絞、そう、精査させていただくという意味も含めて、顔出し OK で、まあ質問、頑張れとかじゃなくて質問、ちゃんとした質問、悩みがある人で Zoom で入ってきてもらって、ライブ配信中その人の顔とパトリックでこうやろうかなと思ってますので、質問は何でも OK だよね。まあ、まあなるべくトレーニングとか、なんか本当にこうどうしたらいいですかのがいいかなとは思ってるんですけど、まあ、それは後々また決めていきます。で、時期なんですけど、今ネットで調べると盾が届くのにまあ3週間1ヶ月ぐらいはかかるかなと。1ヶ月かかりますね、はい、ってなると今何月だ、5月末だから7月上旬ぐらいにそういうのライブ配信をやる予定で、ちょっと動こうかなと。なるほど。そのズームは、なんていうんだろう、どういうふうにリンクするんですか。あるのよ。あ、あるんだ。なるほど。できます。ズームって予約だから事前みんなが分かってるリンクじゃなくて入れなかったんだっけ。それじゃなくても入れる。入れるんだけど、まあいろいろもうズームはもういっぱいやってるんで、プロですから。任せます。一応皆さん、音楽でプロだったけど今映像のプロですから。いや、感謝してますよ。いやいやいや、ありがとうございます、はい。まあ、ということで、まあ、一応告知になるんですけど、7月上旬あたりに、その Zoom を入れたクエスチョンのライブ配信、で、まあ、そこで10万人の盾も届いてると思うんで、一応おめでとうライブ配信をやろうかなと思ってますので、一応告知でございます。はい、皆さん10万人みんなでお祝いしましょう。まあ、しんさんが言う、質問コーナーはもう何でも OK です。あ、そうなの。はい、じゃあ、まあ今日はすいません、コメント返しできなかったんですけど、この動画どうなるんですか。どうなる、面白くないよっつってそんなパトリックのもっと女の子の話聞きたいなっつってとかね。じゃあまたそういうの話はまた次回として、はい、はい、本日もありがとうございました。バイバイ。バイバイキン。